ブローニング WZ1928 はポーランドで開発された軽機関銃である。アメリカ製のブローニング M1918 自動小銃を元に設計され、第二次世界大戦を通じて主にポーランド軍によって使用された。1918年の独立回復以降、ポーランド軍では分割されていた給料土から引き継いだ各種の機関銃を装備していた。この中には 第一次世界大戦で、青軍が使用した、フランス製やイギリス製の装備も含まれていた。とりわけ軽機関銃の種類が多く、これは補給及び訓練上の問題を引き起こした。ポーランドソビエト戦争終結後の1923年、この問題を解決するべく、ポーランド軍の新たな標準軽機関銃の採用に向けたコンペが行われたが、結局新規軽機関銃は決定されなかった。 翌年、軍務省は、ブローニング M1918 自動小銃、ルイス軽機関銃、ホッチキスエメリー1909をサンプルとして12丁ずつ購入した。その後のテストでは、M1918 が優秀な結果を残し、1925年からは、ベルギーのファブリックナショナル社が製造した M1924 も加えて、テストが続けられた。 最終的に M1924 の採用が決定し、この際ポーランド軍の要望に基づくいくつかの改良が行われた。原型となった M1918 と比較すると、使用する弾薬は、30から06スプリングフィールド弾から、ポーランドの標準小銃弾 7.92X57mm モーゼル弾に変更されたほか、2脚の構造及び、 取り付け方式の変更、消耗を p ー p 型から V ノッチ型へ変更、精度を高めるための超重心化、ピストルグリップの追加などが行われた。ポーランドでは FN 社が製造した1万丁の改良型 M1924 に加え、国産化のためのライセンスも合わせて購入した。1928年には、この改良型 M1924 が7、92、 ミリメートル RKM ブローニング WZ1928 として正式化された。ベルギーから購入したライセンスの書類上の問題から、ポーランド国内での生産は1930年まで行われなかった。1939年までに1万4000兆ほどが生産された。生産の途中でも改良が行われ、照準機が小型化されたほか、重症は 魚の王と呼ばれる形状に改められた。重心を容易に交換できるようにする回収設計も進められていたものの、第二次世界大戦の勃発により中断している。1939年のナチスドイツとソビエト連邦によるポーランド侵攻の最中、WZ1928 はポーランドの不評及び、騎兵部隊の標準的な景気関銃だった。 これらを露獲したドイツ国防軍では LMG-28 という名称を与え、その後1945年の敗戦まで使用した。また、同様にソ連赤軍でも露獲された WZ-1928 の運用が行われた。国内軍などの対独、大ソ抵抗運動組織でも使用されていた P-37 爆撃機。機種に、 WZ-37 機関銃が確認できる。WZ-1928 を原型とした航空機関銃として、WZ-37 観測員用機関銃がある、P。P-37 爆撃機などに搭載されていた。ありがとうございます。